ジャニーズ事務所創業者のジャニー北川社長2019年死去による性加害問題を受け同事務は17日付で社名をスマイルアップスマイルアップに変更する16思って1962年の設立以来60年以上続いてきたやを下ろす社名変更に伴いカンジャニエイトやジャニーズウエストなどの所属グループ名も順次 変更される。族タレントのグッズを販売する名古屋、大阪、他のジャニーズショップも16日に最終営業日迎えた。大阪市北区のショップを訪れたある糸の50代女性イコール、大阪府水田市イコールはスノーマンのファン。本当、ジャニーズという名前を残してほしいけれ、これだけ世界的に大きな問題になっている。で、仕方がないと話しつつ、 名前が変わっても、らを応援し続けたいと強調した。同事務所は、年9月に開いた、記者会見で、北川氏の名前を、下社名を使い続けるとしたが、所属タレンを広告に起用していた企業などから批判が、マリ方針を転換。今月2日、東山の之社長が社名、サラを発表した。共同。